それではどんどんいきましょう。熊本県公立高校入試問題、平成24年度数学資格1番です。まずは10と5で約分していきましょう。2なので16終了。マイナス2の3乗はマイナス8です。一瞬で終わりましょう。マイナス2ですね。終了。まずここは括弧を外しましょう。 9x-13 プラス28マイナス 7x です。符号に注意してください。 9x-7x なので 2x、 13プラスの、マイナス13プラス28なのでプラス15。終了です。次、まずここはここがマイナスになっていることに注意してください。分数にしましょう。 4a 分の 12a2 乗マイナス 4a 分の 8ab です。ここであえて2つの、分数にしたのはここマイナスなので約分するときに掛け算と勘違いしないようにです。ここは丁寧にいきましょう。あとは約分だけです。 3a は消えて b は残る。4と8で2、つまりここは 3a-2b ですね。終了です。じゃあ次ここ通分していきましょう。通分するのは2と5なので最小公倍数10ですね。こっちを5倍します。 3x-2y マイナス、こっちは2倍ですね。 7x-y です。これ括弧付け忘れないように注意してくださいね。でその次に括弧を外します。 15x-10y マイナス、14ですね。こういう時はちゃんと消しましょうね。消しましょうね。はい、14x プラスの 2y ですの10ですね。最終的には 15-14 なので x-10y プラスの 2y なので -8y。 あとは10を書き忘れずに終了しましょう。最後、ルート2プラスの1の2乗を先に計算します。まずルート2の2乗なので2プラスの2ルート2プラスの1の2乗。ルート3分のルート6はそのまま単純にマイナスルート2となります。あとは2と1を足して3ルート2ルート1にマイナスルート2なので2-1で1プラス2で終了ですね。はい、ところどころね、ポイントのところはしっかり丁寧、最初は丁寧にじっくりやって後からスピードアップを目指しましょう。では次行きましょう。